待っております。拓也さんも終わった。おつ、ちょっと今回ねカメラ変えてるんで若干画質荒いんですけどもお許しください。さあそして出てくるのは、レモン牛乳、かっこ栃木さん、ちょっと疲れたんでこちら行かせてください。田中入りです。ちょっとそちら頼んだよあっちはもう準決勝らしいです。なのでもう次からね行けるところは使って三大進行、最大三大進行でいきたいと思います。はい、それでは行きましょう。ワンカップ宝石おっさんですね、もうやばい。 S から F 式の連携でしたがマイピー崩れてしまう。タッチ K から NS、2S 強気強気に前に出る。歩きが怖いですね、プレッシャー。ジャンハイが NS を潰して空中出し出ません。スライドヘッドヒットからコパンで強気に暴れる。ジャン S 当たらず、通常投げで返して大きい攻め。ジャンハイからタッチ K 足払いデコピン、これはF ファフニール差し込んでいきます。さあ PPK と蹴り上げて足払いから奥攻め 2K 足払いリボルバーで前のマイピー、気づかない間に殴られて中央。奥攻めは奥攻めじゃない、あれ多分拾えるんですね。さあ足払いから中央、ここはバーストを使っていきます。ジャンプリーは発生間に合わず、タッチピーに殴られて一本選手はハーゲンバジャマキン、4縦にリーチ。さあ昇竜拳完全に読んでいた、捕まえて握って離して画面端前、はい、ハンブレ足払いと、さあ嫌な位置、この N 先端の位置は非常に嫌らしい。さあジャン S から下段安くなってしまいますが、端にさ、ここはなかなかジャンプリーが先の方からね連携失敗しております。ファフニール差し込んでここまではいいんですけども、もう一回中央に戻ってもう一回やりたい。ガンブレイズからのチャージはサオキャンがレベル2だったが残っていたんですけどもダメ。さあお互いにセオシナが動いて画面端、何で決めるか、画面端通常投げ。さあ大将となりました、大爆笑コーラーとなっておりますメディア。中村さんが負けてしまったみたいですね。カルンさん対中村さんで勝ったのがちびたさん、カルンさんかな。さあ行きましょう、先方大将戦、賢人のハーケン対するは大爆笑フォーラミリア。さあジャンエス、ジャンディ落として置き攻めはタッチピー 2S からここを引き戻してきますが、針の上にがっしり構えていきます。下も気になっちゃうねこれね。さあなかなか攻められませんが、ここはうまくジャンプ攻撃からコンボを決めていきます。画面足奥攻め、前系から禁煙スライ2杯皿から針投げてジャンディ、ジャンディコンボ前杯皿、そして奥攻め2系からここでバットムーン、もう一度当たっているが関係ない。しかし通常投げ流れが変わるか、画面中央の奥攻めはどっちだ、裏前転を通す、そしてコパンでバー対しつつ前 B からのコンボは失敗。プリティメイズ置いてくる、助け連打してバックステップに引っ掛けて、なんでテレサは笑っているんだジャンケージャンピーからここはガード、画面中央針を投げる、プリティメイズ置いてきたが当たらず、体力ドット何か当てれば勝ち。ああうまい、前転に対して前ハイスレでしたね、当たらず。さあここは何としてもごたてだけはね阻止したい大将大爆笑コーラさんとなっておりますが、やはりプレッシャー画面端ジャイアンツからここで捕まると非常に痛いが、エンエス持続が当たってからスラヘタッチピー、しかしタッチ K から画面端前転を非常に警戒しています。ジャンディヒット、これは痛いダメージになります。バースト使ってここでシークレットガーデンを生成、安全に攻める。ジャンディ先端から
このねラストシェイカー使っているんですけども、当たれば非常に今回大きいですからね。2ハイスラからジャンハイ、2ハイスラ、バットムーン落としてオキセメン下段からのバットムーン、そしてオキセメンもう一度前へ K 中投げとしてジャンハイ、ハリジャンディ、ジャンディから前ハイ、プリティメスヒット、これコンボ完走なるか、バーストたまるがここは使いません。勝ったのは大爆笑フォーラミリア、なんとかがお立て阻止するよ。負けといて使えない男って言ってますけどね。お、出てくんのは水蘭のマガトロじゃん。カードがない、俺のカード使う。さあ出てくるのは水蘭のマガトロ、かっこいいね。え、したよしたよ、あー混み合ってるって、あーあったあった。さあ空中投げ捉えて画面端、画面端でコンボが決まるともう今回のジョニーはやばい、前回もやばいけどもっとやばい、かすって画面端。さあフォルトを使ってね、なるべく直撃を避けていく感じですが、さあ立ち回りのプレッシャー、さあここは高速移動、ジャンエスからホルトを使って前に出る、ハリーは拾わせない、タッチピー対空うまい。さあシークレットガーデンを先制、ここはちょっとね反応遅れてしまいましたが、ディバインブレード置き攻めは中央、タッチピーヒット確認からかすれなせんが中央、ハリーを投げてまたもやちょっと厳しい状況。さあ完全にお手本のような戦い方でダメージを奪っています。サトゥージョンじゃねえ、マガトロジョニー、どっちもいいや。沿線がヒット S、 沿線がで一本選手1回戦突破にリーチです。さあ立ち系で返して中央、立ち系しかして5番針投げて空中ダッシュ、さあフォルトを離、フォルトで距離を離して投げるバックたくらせないように動いていきますが、ミスキャンから画面足、これは空だからかすって、かするだけなのが非常に問題だと思うんですけども、かするだけだからだよね、謎のアドバイスが。さあ端足払いから、これは痛いぞジャンハイ、ただコンボが難しいってヘギさん言ってました、落ちないですね。ジャンハイジャンプ2ハイすらハリー投げて前ハイ無理やり落として置き攻めは、ここは、まあ、前転の回り込みのめくりたく、ジャンハイからプリティメイズ、前ハイすら当たらず、しかし助けヒット、これは痛いぞ。下段から、あ、サトゥーコンボからの空中出し、あ、これ難しそう、多分無理、あ、これは勝ちを優先。チームメイトなんでしょうかね、彼は本当に。さあ、あと一発お互いに何を差し込むか、立ち系が非常にね、演出とかに対しての足場とかもいい感じで、さあ、ここはディバインブレードの無敵を使っていく、弾打っちゃう、ディバ発射しちゃうと無敵がなくなっちゃうんですけどね、ああいう風に避けれるとかなり強いです。さあどうなるか、残りタイムが非常に怪しい、ハリを投げてマイケヒットを攻める、エンエス大試合なんとか取り返す大爆笑コーラ。さあ、はい、からこれはちゃんとかすれるのかな、あ、さらばでござるか、しかし、あー、投げが決まってさ、ちょっと流れが非常にまずい、神髄を見せるぜ、逃げろーからどうする、ちょちょぶれ出るか、出ない、前に出る、さあとりあえずなお逃れましたが、サートゥープレッシャーがやばい、ジャンケーから針投げて前ケーから個性を切る、マイハイ落としてシークレットガーデン、この奥様非常に厳しい、マイケーガードしている、立ち合い投げ漏れたが、あー痛い、よいしょ、ここバータイ上段ヒット、安くなかった。テレサアドバイス、安い安い入りました、お疲れ様です。
はい、次どこできる？ごめんな。どこ行こうかな。粒ファイブはまだいないし、コスリンチャーはまだだな。ここゼロ回線だから、ヤクガミさんまだいない。ぶっところざわすいのチームもあれか。